国母基地国母基地から1939年12月14日は、日本の政治家、自由民権家、衆議院議員、貴族院直選議員、自由通信者相談役、14位、君に等、中田文部官官長、5は上男、続席は、茨城県平民、下宇佐国佐島郡出身、国母東吉の長男、幼い頃に母を失い、 祖母に養われた。栃木県佐野町で先生について、漢学を学んだ。1879年、郷里に帰る民権自由の説を唱え、自由民権運動に投じる。1883年春に、優秀会を組織し、またご修士シフの遊び会を起こし押されて、幹事となる。さらに自由党結成大会に出席した。中田文部館を設立し、自ら館長となり第二。 総主を養う。1884年には、河山事件、1885年には、大阪事件で逮捕されたが無罪となる。大熊重信外務大臣の条約改正案に反対し、1889年には、大熊重信外務大臣襲撃事件で、検挙投獄されたが無罪となる。自由党本部幹事に押され、立憲自由党の決闘式準備員として、 純水した。1890年、立憲自由党決闘式挙行の当日資格に刺された。1892年、茨城県会議員に当選し、副議長に押された。後に自由党を離党し、大井健太郎、河口智常、笹智さらと共に避難地雑居論を主張した。1895年、茨城県会議長不審議案を提出するが、外案を却下して、 紛争を弱気し、さらに臨時見解において副議長不審議案を提出される。再び見解議員に当選したが、議長選挙に敗れて、直ちに議員を辞職した。1898年、台湾で台湾通信社を創設した。1900年、帰国した。1901年、立憲声優会に入党した。1908年の 第十回衆議院議員総選挙に、茨城県軍部より出馬し、当選。以後、六期にわたって務めた。その間、声優会系の自由通信社の社長になり、現内閣では、定心参事官を務めた。1928年10月、貴族院議員に直任され、交友クラブに所属、死去するまで在職した。また、小田原急行鉄道取締役。 大東文化協会の顧問なども務めた。趣味は私文。自由党時代から白い顔を自慢中の自慢としていた。著書に城南片林、城南首相などがある。住所は東京市四谷区右京町、大森区、大森。2019年現在、森ビルが中心となって再開発を行っている麻布のが全房谷の六本木側の入り口にある日露戦争時に、 日本のスパイとして殉職した横川正造の記念公園には国母が天地地震と記した国旗形容等がある。なお、塔の碑文の国母基地の木はとなっている。また、同地は前日した通り、再開発まった田中であるため、この塔が新しくできた公園に移転されるかは不明。ありがとうございます。